皆さんこんにちは。猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武史です。以前の動画でですね、猫背になると骨盤がこう後ろに倒れた後傾姿勢ですね、そしてこの後傾姿勢になることによっての弊害というのをいくつか動画で挙げさせていただきました。この骨盤の後傾姿勢を作る一つの要因になっているハムストリングスの短縮ですね、これを改善するためのストレッチ、エクササイズになるのかな、そういったものをですね、紹介しようと思います。体がですね、硬い方でもですね、実施できる内容になっておりますので、ぜひですね、実施してみていただいて、今の体の状態と終わった後の状態というのをご自身でですね、感じてみていただいて、おこれは続けられるなと思えばですね、ぜひ動画を参考にしていただきながら、日々のルーティーンにね、組み込んでいただければと思います。それでは始めていきましょう。では実施前後でですね、体の状態がどう変化したかというのを確認するために、まずはですね、前屈をしてみましょうかね。よいしょ。床からどれぐらい距離があるかなっていうところ、もし床に手が届く方は指先なのか手のひらなのか、こういったところをちょっと確認をしてみてください。では早速やっていこうと思います。まずはこのように壁に手をついていただいて、そしたらですね、お尻の位置を高く突き上げるように骨盤を前傾させて体を前に倒していきましょう。膝はこの時曲がっていて結構です。ここからお尻の位置の高さをキープ、できるだけ高い位置をキープしながらお膝を伸ばしていきましょう。そしてゆっくりと曲げて、で伸ばしていきます。伸ばしたところでお尻をできるだけ高く上げて5秒キープ、ゆっくりと下ろしていきます。膝が伸びきらない方、この辺でも結構です。この時に骨盤が後傾してしまってお尻の穴が床面に向いていかないように、できるだけお尻の位置を高く保つようにしてください。動きとしてはこういう形になります。では一緒に10回頑張ってやってみましょう。まずは手を壁につき、お尻の位置を高く、お膝を曲げた状態から伸ばしていきましょう。1、2、3、4、5、ゆっくりと曲げていきます。もう一度お尻を高く伸ばして1、2、3、4、5、ゆっくりと曲げていきます。3回目伸ばして1、2、3、4、5、ゆっくりと曲げて、4回目1、2、3、4、5、曲げていきます。5回目1、2、3、4、5、下ろします。6回目、お尻を高く1、2、3、4、5、お膝を曲げて、7回目1、2、3、4、5、曲げて、8回目1、2、3、4、5、曲げて、9回目1、2、3、4、5、曲げて、ラスト10回目1、2、3、4、5、お膝を曲げて一度背中を丸めてからゆっくりと体を起こしてみてください。では実施前後での体の状態のチェックのためにもう一度前屈をしてみましょう。私もさっきより行きますね。このストレッチはご自身の体の状態に合わせて膝の伸ばす角度をですね、調整していただくことでですね、体の硬い人から体の柔らかい人までどの方でも実施していただけるようなメニューになっております。そして肩がちょっと痛くて壁だとつけるの大変だなという方は椅子の背もたれで代用していただいても結構です。このように椅子を置いていただいて、椅子の背もたれをですね、前にぐーっと押し出して、後ろの足をですね、持ち上げるような感じで、
こういう感じでやっていただくと肩はそんなに上がらずに同じように実施することが可能になりますので、ちょっと環境設定等をですね考えながら実施していただければと思います。そしてですね、ちょっとね壁が近くにないよという時はですね、少しレベルを上げた足首をこのように掴んで同様に伸ばしていく。こういった方法でも代替することができますので、これもですね環境だったりとか、ご自身の体の状態に合わせてですね、いろいろと使うものをですねチョイスしていっていただければと思います。他にもですね、ハムストリングスを伸ばす方法というのはもう本当に、ね、たくさんあるんですけれども、今日はその一部を、紹介させていただきました。この動画をですね最後まで見てくださった方のために、ハムストリングスに対してのアプローチ方法ですねを一つ紹介しようと思います。短時間でできるワークになるので、ぜひですねできる方は試してみてください。お膝が曲がっても結構ですので、足首をこのように上からバシッと掴みます。そしたらご自身でできる範囲でいいので、お膝をできるだけ伸ばしていってください。この時できるだけお尻の位置を高く上げる。でこの状態からですね、伸ばした状態をキープしたまま足踏みを10回してみてください。5、6、7、8、9、10、 OK。 これだけで実は前屈の可動域が結構変わっていったりします。そしてですね、これはただただ柔軟性を上げるだけではなくて、機能的にハムストリングスをどう使っていくかっていうところにもつながるようなワークですので、今の簡単なエクササイズですごく効果が高かったよという方はですね、このエクササイズを運動前とかにですね、ウォーミングアップとして実施していただけるとですね、怪我予防にもなりますし、運動パフォーマンスの向上といったことにもつながりますので、ぜひ活用してみていただければと思います。いつも最後までねご視聴いただいている皆さん、本当にありがとうございます。今日はねそういった方たちのためにですね、特典映像としてですね、最後にちょっとだけ一つねエッセンスをお伝えさせていただきました。皆さんのですね高評価だったりとか温かいコメント、あとは直接ですね最近 YouTube 見てるよなんていう声が本当に励みになっております。引き続き健康情報をね配信していこうと思っておりますので、ぜひ猫背のアジトこのチャンネルをですね応援していただければと思います。今日もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。